は中田咲と申します。出身は北海道の当別町というところで生まれ育ちました。職業は会社員で、金融関係の会社に勤めています。白い色のユリですとシベリアが主ですね。で、黄色のユリですとイエローウィングというものを作っております。ピンクのユリですと、ソルボンヌとバレロを主に作っていたりします。他にもいろいろ希少品種なども作っております。に飾られてる花などにちょっと人より目が行きやすいと思います。私は小さい頃から自分の家族が一生懸命ユリを生産している姿を見てきました。で、今は私は自分はユリ生産とは関係ないお仕事についているんですけども、そんな私でもこちらに参加させていただくことによって、自分の一生懸命作っている皆さんにしてもらいたいと思いまして、こちらに参加させていただきました。そうですね、私よりも喜んでくれましたね。特にお母さんがすごく喜んでくれました。部屋に借りたいですね。あと実家の共生するところ、共生場にも借りたいですね。私はユリの生産者の娘として、ユリ一輪が咲くまでにどれだけの努力で、どんだけ時間がかかって、どれだけ気持ちを込めて作ったかすごく見てきたので、ユリの花は咲いている時にそういった生産者の気持ちも少しでも感じてくれれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。